やばい地域の病院じゃなければ、大きめのそこそこですね、まあ、例えばセブだとセブドクターズホスピタルとか、マニラだと、マニラ、メディカルセンターとかですね、そういうところだと日本語喋れる先生もいたりとかもしますし、アメリカ帰りで結構医療技術は実はフィリピン高いんですよね。なので日本人でも全然問題ないかなと思います。まあ、言葉が不安な場合は日本語のヘルプデスクとかそういったところ探されるといいかなと思いますし、まあフィリピンのですね、医療レベルは思ったよりも低くないんじゃないかなというふうに思いますね。僕も4日間入院したことあるんですけども、きちんと看護師さん来てくれて、ちょこちょこチェックに来てくれて、食事もちゃんとしてますし、点滴とかですね、採血とかもちゃんとやってくれるので、問題ないかなと思います。病院は選ぶ必要があるということですね、地域を。外国人の行くところを選んでほしいと思います。あと、郵便ですよね。日本からまず